浜松カントリークラブは静岡県浜松市天竜区にあるゴルフ場である。静岡県浜松市には1964年までゴルフ場が一つもなかった浜松のゴルファーは御殿場や修繕寺に遠征してプレーをしていた。静岡県知事の斉藤敏夫も大浜松建設にはゴルフ場も必要ではないかと県森連会長の内山慎一に持ちかけた。同時に 地元財界から浜名湖の北、名刹岩水寺隣接のゴルフ場計画が内山のもとに持ち込まれた。しかし、折からの人務、岩戸景気の終演が直前だったため、株主会員の募集も容易ではないだろうとの思いから、演州鉄道株式会社に働きかけた。斎藤知事のバックアップによる岩水寺と演州鉄道とゴルフ場の3位一体での沿線の観光開発である。 演習鉄道社長の鈴木敏夫は、自らの関係しているゴルフ場の役員をすべて辞任し、岩水寺のゴルフ場の建設に全面的に協力することを約束した。1964年5月、新たなゴルフ場の建設に向けての経営母体、演習開発株式会社を設立し、会長に鈴木敏夫が、理事長に内山慎一が就任した。 コース設計は、三重カンツリークラブ会場、設計、安田予定を設計した安田予定に依頼したが、安田は、三重カンツリークラブの設計を最後とするつもりだった。だが、安田が、コース建設用地の岩水寺の景観を見て、ここなら、東京、大阪に負けないコースができると、意欲を示したのだった。1965年9月24日、コースの造成工事が完成し、 18ホール、6842ヤード、パー72規模のゴルフ場が開場された。郵便番号431-3423静岡県、浜松市天竜区渡市が、島20の六鉄道道路。ありがとうございます。